はい、どうも。私は自然昆虫生き物を愛する者です。私の名前は直地と言います。さあ、今日はね、伝説のね、山に来ました。もうね、かなり生い茂ってますね。まあ、そこそこね、こう日が当たるとね、暖かいんでね、まあ、ちょっと暑いかなと思うぐらいですけどもね。まあ、なんか飛んでそうですけどね。なんかいるかちょっと見ていきましょう。なんかいるかな。ほら、結構もうこんなね、花なんかも植えられててね、なかなかいい感じじゃないですかね。もうカエルね、これ取ってるんですよ。アマガエルはここでね、取って家で飼ってるんですけどね、ここはすごくね、環境がいいところなんですよ。ほら、富士の花も綺麗に咲いてますね。富士の花も本当に綺麗、紫でね。ヘビ飼いたいんですよね。今年はね、ヘビ飼いたいんですよ。ヘビを飼いたいんですよ、捕まえて。去年はね、山かがししか取れなかったんですよね。山かがししかね。いやー、青大将欲しいんですよね。青大将。シマヘビもね、いいんですけどね、結構凶暴なんですよね。凶暴なんですよ、シマヘビは。個体差激しいんですよね。青大将はね、結構温厚なんでね、青大将狙ってるんですけどね。まあ、だんだんとね、暖かくなってくるとね、生き物のね、命の息吹を感じますよね。クラゲハとアオスジャゲハが今さっき飛んでましたね。網をまだね、装備してなかったんでね、このね、バグズランスなんですけどね、これ私のバグズランスなんですよ。私の最強のね、武器なんでね、このバグズランスでね、ちょっと捕まえたいと思います。まあ、蝶ってね、こうやって山の道あるじゃないですか。こうやってね、山に道がこうやってあるんですよ。でね、蝶にもね、蝶の道っていうのがあるんですよね。蝶もね、やっぱり自分のね、飛ぶルートがあるんですよね。まあ、トンボもそうなんですけどね、まあ、そこで待ち構えてるとね、結構捕まえやすかったりするんですけども、まあ、特にね、アゲハチョウ系、まあ、例えばミヤマカラスアゲハとかね、カラスアゲハとか、まああいうのもね、結構蝶のね、その道っていうのもあってね、よく見られるんですよね。水辺は本当にね、カエル、ヘビのね、一番ね、集まりやすいとこですからね。本当山かがし綺麗なんですよね。あの黄色と赤のね、なんとも言えないあの美しさがね、まあ、かなり猛毒なんですけどね、あれね。ヘビかっこマムシですからね。まあ、マムシのはちょっと多いのかな。まあ、いたらね、まあ、ぜひね、ちょっとお目にかかりたいとこなんですけどね。まあ、去年見たんですけどね、すぐ逃げちゃいましたからね。ティングチョウが日向ぼっこしてますね。もう枯葉がいっぱいあって、日当たりがいいとね、飛びますからね。日本カナヘビですね。いるんだとしたらね。お、トンボじゃん。トンボがいるじゃねえか。取ったかな。川トンボですね。綺麗なんだよね、この川トンボ。目立ち色してんだよな。ほら、見えますか、この金属光沢なの。この金属光沢、綺麗じゃないですか、川トンボ。キラ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 ってね、こう、金属光沢を放ちながらね、飛ぶんですね。カートンボ。なかなか綺麗ですね。ほら。息子たちにちょっと見せに行きますわ。この辺りさっきね、カナヘビがいましたね。いわゆる日本カナヘビですね。まあ、こんだけ石垣もあってね、日が当たってるとね、まあいいとこなんでしょう。環境的には抜群ですもんね。まあここのね、山はね、まあ、カブトムシクワガタはそうでもないんですけどもね、その他の爬虫類系、カエルとかね、トカゲとか、まあ日本カナヘビ、ヘビとかね、まあ他いろいろと取れるんで、私はこう神の山と呼んでるんですけどもね。まあちょっと日陰に入るとね、肌寒いですね。4月の末なんですけどもね、まあ寒暖差激しいですね。まあ日がね、照ってるところは案外暑かったりするんですよね。でも風が出ると寒いですね。で、カナヘビもゲットできましたよ、カナヘビも。日本カナヘビですね。よし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 。よし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 。よし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 。カナヘビちゃんいましたね。カナヘビちゃん。カナヘビ。かわいいですね。ほら、もう恐竜みたいですよね。うわぁ、ほら、尻尾長っ。よし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 
よし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 。カナヘビちゃんいましたね。カナヘビちゃん。カナヘビ。かわいいですね。ほら、もう恐竜みたいですよね。うわぁ、ほら、尻尾長っ。尻尾長いっすね。ほら。目がすごいですよね、ほら。恐竜だ。まるで恐竜。かわいい。かつかっこいいね。まあ、日本トカゲとはやっぱ違うかっこよさがあるね。かわいいですね。よしよしよし。暴れない暴れない。暴れない暴れない。よし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 。よし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 。噛むかほら。おい、噛んでみる。痛ー！低くないんですけどね。かわいいですね。必死に噛んでますよ。ガブ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 。まあ子供はね、これ噛まれたらびっくりして話しちゃうんでしょうけどね。まあ私なんかもこんなのいくらでも噛まれた日ですから、慣れっこなんでね、こんなの。かわいいかわいい。カナヘビですね。日本カナヘビですね。クリクリクリ。この辺、爬虫類多いんですよ。そう。爬虫類多いんですよ。日向ぼっこしてるところをね、パシッとね、後ろから捕まえればね、まあ一発ですからね。まあ、かわいいもんですね。絵になるよね、水草の上にいるとね。うん、綺麗だね。あ、水草持って帰るんだけどね。うん。おー、泳いでる泳いでる。ケロケロ。あ、ちっちゃいのはどうだ？まだ水冷たいんだよね、うん、ちょっとお水に今ちょっと日に浴びてたから乾いちゃったからね。水が熱かったからちょっと今休憩してまたぴょんぴょん飛んでどっか行こう。自分のお家に行きよう。ほら、うん、だね。じゃあ行ってきていいよ。やばい。日向ぼっこしてますね。あ、ここいたよ。うん、ヘビトンボですね。ヘビトンボ結構弱っちゃってますね。弱ってるな。ヘビトンボ弱っちゃってるけどね、なんとか生きてますね。ヘビトンボなんとかまだ生きてる。あれかな、エトすんのかな。ヘビトンボもそんなわけないと思うんだけどな。ヘビトンボ越冬するんでしょうか。すごいね、ごついね、でかい。ほんとかっこいいな、これ。持って帰りたい気がしてきた。